はい、おはようございます。多彩世代のアンジです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今日も炭酸生態の効果実証済みのコンテンツをあなたに提供していきたいと思います。はい、ですね、やっていきたいと思うんですけども、今日はですね、このゴルフで痛めた背中を一瞬で治す方法ですね、その話をしたいと思います。で、僕のところにですね、ずっと通ってくださっている方が、趣味でゴルフをされている方が、たまたまですね、先日1時と2時でこう連続になったんですね。で、その方が2人ともですね、背中が痛いっておっしゃったんですよ。で、僕は偶然もあるもんやなと思って話聞いたんですけども、ちょっとこう天気も良くて体が結構動いたみたいなんですね、その時のゴルフのコンディションとしては。で、もともとですね、1人の方は、猫背で肩甲骨が痛いっていう方と、もう1人の方は膝が痛いという方だったんですね。で、その今のもともとの主要な症状は、だいぶ良くなって、今もゴルフとか行かれるぐらいまで順調なんですけども、でそのゴルフをしてですね、背中が痛くなったということなんですね。で、背中って言ったらですね、やっぱゴルフでもやっぱ全身使いますから、偏った姿勢でね、右やったら右ずっとこうやって構えてやってるんで、どうしてもやっぱりですね、体こうあったらですね、こう真ん中に背骨があって、足膝があってこうあったらですね、背中側なんですけども、こう右でこうあなたも振りかぶってもらったら分かると思うんです。こうするときにこの左の脇腹ね、脇腹が痛くなって、こうひねっていく左のこの端っこの方ですね。こっからですね、次、打ったときに次右に移動するときに、右の方のこの肩からここら辺ですね、肩甲骨周りで、こういう痛み、衝撃がはい、衝撃がありますけども、体の衝撃ね、あるじゃないですか。だからですね、ここら辺にも来ますね。で、全体的にですね、終わった後やっぱ体って無理して動いちゃうんで、どうしても背中全体がカチカチに張ってパンパンに張ってきてます。で、これもスポーツでもしょうがないと思うんですけど、炭酸を使って、その翌日翌々日の筋肉の張りぐらいだったら全然 OK です。すぐ取れます、背中の張りなんでね。で、取れるんですけども、僕がですね、背中を一瞬でこう痛みを取った後にですね、こういう来られた方にアドバイスとしてはですね、やっぱり、要は体にですね、負担をかけないでっていうことなんですね。なぜ体に負担をかけないでというかというとですね、仮にですね、この背中痛い方が、ゴルフをした後に1週間2週間後に来てしまうとですね、かばってしまいます。背中が痛いからちょっと丸くなったりとか、丸くなったら次腰が張ってくるんで腰を傾けてとかですね、極端にしたらですよ。で、次腰をこう、右の腰を下げながらこう丸まって歩いていくとですね、右膝に負担がかかったりとかですね、いろんなところが痛くなってくるんです。次どんどんそうなってくるとですね、せっかく整えた体がもったいないという話をするんですね。で、この方はずっと来られてる方なんで、そういうことも自覚してますから、もう定期的に2週間2回来てくださってます。で、体のケアをして背中の張りを取ると。で、これでまさにですね、また信頼度が上がって、紹介、この間一緒にゴルフ回った人が、ちょっと背中痛いって言ってるんで、ちょっと見てもらえますとか、肩が上がらなくなった方がおられるんですけど、先生どうですかとか言っていただけるんですね。だから僕はですね、やはりこの一瞬で痛みを取るのが本当に大事だと思います。で、もしですね、あなたも、一瞬で痛みが取れるんであれば、取ったら、信頼度が上がりますし、上がった後にはこの紹介し、あ、この先生だと任せれるかなっていう、任せれるなと思えるようなですね、施術をやっていってください。はい、ですね、今日はですね、ゴルフで痛めた背中を一瞬で、治す方法ですね、その話をしました。また次回お会いしましょう。さよなら。